東日本大震災では宮城県が食料などの輸送管理を途中から運送業者や倉庫業者に業務委託し成功した。国はその後各都道府県にトラック協会との輸送協定と倉庫協会との保管協定を結ぶよう促している。地方自治体では物流の専門業者と事前に協定を結ぶとともに支援物資運送の訓練を実施しておくことが望まれる。